小坂誠は、宮城県渡り郡出身の元プロ野球選手、コーチ。少年野球時代は、チームの後輩に、小野樹日。山、元町立山下中学校卒業。宮城県柴田高等学校では、甲子園出場はなく、高校卒業後は、社会人野球の JR 東日本、東北公式野球部に5年間在籍。1995年には、 都市対抗野球にチーム53年ぶりの出場、翌年も連続出場して一番を打った。ヤクルトスワローズのスカウトを務めていた佐藤隆夫がその才能を見出して獲得するよう推薦したが低身長を理由に却下された。小坂を諦めきれない佐藤は千葉ロッテマリーンズの GM 広岡達郎にヤクルトは取らないけれど背は低いが瞬速で 守備範囲の広い遊撃手なんだと推薦し、実際に小坂を調査した広岡は即座に獲得を決意。1996年度のドラフト会議で5位指名された。背番号は00。1997年の開幕から遊撃手のレギュラーを獲得。 3.4月の月間 MVP を獲得し、シーズン全試合出場を果たすなど活躍を見せて、新人王に選ばれる。盗塁王のタイトルは、松井和夫が獲得したが、この年に記録した56盗塁はそれまでの、新人最多記録である、佐藤隆夫の45盗塁を大きく上回る記録であり、現在も破られていない。1998年から、 背番号を1に変更。松井和夫と並んで43盗塁で盗塁王に輝き、プロ野球史上初の40盗塁、4十ギダも達成した。1999年は31盗塁を記録したが、松井和夫に1個及ばず盗塁王を逃した。同年は打率280、出塁率358を記録して、 ゴールデングラブ賞も初受賞し、以後2001年まで受賞し続ける。1998年に続き2年連続でリーグ最多ギダも記録した。2000年は33投塁で、自身2度目となる投塁王を獲得。2001年には、木塚中介以来、プロ野球史上2人目となる入団から5年連続30投塁を記録し、打撃では打率26。262、 出塁率350と復調した。2002年は開幕早々に右足を骨折し、長期離脱。入団から連続30投塁と連続100安打の記録が5年で止まるが、通算4度目となるリーグ最多3塁打を記録した。2003年には、通算53塁打を達成し、2年ぶりに100安打以上をマークした。 2004年は腰痛などの故障が長く続き、出場試合数が大幅に減少した。この年からボビー・バレンタイン新監督の統計スタッフの分析により、ゴロヒットよりフライヒットが多いとの指摘を受け、転がす打撃から外野へ飛ばす打撃にスタイルを変える。シーズン途中からメガネを使い始め、2007年からコンタクトレンズを試みた時期もあったが、 その後、メガネとチューインガムがトレードマークとして定着した。2005年1月1日に結婚。4月22日、通算戦試合出場を地元宮城県のフルキャストスタジアム宮城で達成。6月5日、通算250投塁を達成。以後、西岡剛。し。 堀光一らと共に二遊間を三人でローテーションするという独特のシステムの下で活躍し、打率。283、出塁率。353、自己最高となる4本塁打を記録。チームの31年ぶりのリーグ優勝と日本一に貢献した。通算4度目となるゴールデングラブ賞も受賞した。12月21日に、 金銭トレードで読売ジャイアンツへ移籍。巨人時代移籍に際して、ロッテでつけていた背番号1が、巨人では永久欠番になっていたこともあり、同年に引退した元木大輔の2を引き継いだ。2006年の巨人は、遊撃、二岡智弘、二塁、西俊久がいたが、小坂は、開幕二塁種のスタメンを勝ち取り、この年は、ほとんど二塁で起用された。 同年4月15日の対横浜ベイスターズ5回戦で通算1000本安打達成したものの打率1割台と極度の不振となりシーズン終了後には大幅減俸を受け入れ10月には若手と共にフェニックスリーグに参加した10月27日にシーズン中に取得した FA 権を行使せずに巨人に残留することを表明した2007年から 背番号を6に変更。3月30日、セリーグ開幕戦の対横浜戦で、史上10人目の通算250ギダを達成。翌年初頭に、越年で、契約公開。肩の故障の経過を見た上での契約となった。出場機会は減少し、1シーズンを通した、安打数はわずか3本となった。2008年はそれまで2004年に一度しか守った。 ことがなかった三類を守ることがあったが、出場試合数はさらに減少し、シーズン終了後の11月11日に、金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍することが発表された。背番号は32。巨人からは二軍コーチへの就任を打診されていたが、現役にこだわりたいとの思いから自分で移籍を願い出たという。二千八年十一月十五日に、 楽天初の地元出身選手として入団し、入団記者会見を行った。新たに作られた応援歌には、宮城の星という節が入るなど、地元ファンからの期待は大きかったが、シーズン当初は、巨人時代と同じくダイソーや守備固めで起用されることが、ほとんどだった。5月に、内野のレギュラーであった、渡辺直と高須洋介が、相次いで故障すると、次第に、 スタメンでも起用されるようになる。5月3日の対オリックス戦では、8回1、死2.3塁の場面で3塁走者、草野大輔の代走として出場すると、中村の博の2塁頃の間に、内野の前身守備をかいくぐる、高層類で決勝点のホームを踏み、初となる地元でのお立ち台に登った。5月25日の対横浜戦では、 トム・マストニーから4年ぶりとなる本類打を打った。また、8月16日の対ロッテ戦では、延長12回1四万塁の場面で、小木の忠弘から、ルーキーイヤー以来12年ぶりとなるサヨナラアンダーを打った。2010年は、追感版ヘルニアの影響もあり、10月1日に、球団から戦力外通告を受け、翌2日に、現役引退を表明した。 2011年、楽天育成コーチに就任。2011年5月15日、二軍内野守備総類コーチへと移動。2012年は育成コーチに復帰予定だったが、公認のためた人志が1月に退団したため、引き続き二軍内野守備総類コーチを務めた。2013年11月5日、辞任を申し入れ退団。2014年より2016年まで、 北海道日本ハムファイターズの2軍内野守備コーチを務めた。2017年は、読売ジャイアンツで2軍内野守備総類コーチを担当した。2018年に、13年ぶりに、ロッテへ復帰し、2軍内野守備総類コーチに就任した。5月10日には、鳥越雄介ヘッドコーチ兼1軍内野守備総類コーチが、ヘッドコーチに専念するため、 一軍内野守備、走塁コーチに配置転換された。2019年は、再び二軍内野守備走塁コーチへ、配置転換された。2020年は、育成コーチ兼走塁コーチへ、配置転換された。2021年は、育成守備、走塁コーチに配置転換された。その超人的な守備力から、平成の牛若丸、小坂ゾーンなどと称された。 当時小坂と同一リーグに所属していたジョージ・マケンジは小坂さんがいると毎試合ヒットを一本損すると語っている。ゴールデングラブ賞は遊撃手として4度を受賞している。ロッテに入団して以来、1軍では2004年に一度だけ三塁手を守った。以外は9年間遊撃手のレギュラーを守り続けた。2軍やオールスターでは二塁手なども経験しているが、 遺跡時に一部スポーツ紙で2005年に二類を守ったという記事が掲載されたのは誤りである。巨人に遺跡後は二類、三類守備を習得して内野守備、走塁のスペシャリストとして期待され3ポジションで持ち前の守備力を発揮したが打撃不振や故障により実力を十分に発揮することができなかった。楽天では本職である遊撃士の他にも 細かい怪我の多い高須洋介の守備負担を減らすために二ールを務めることもあった。また、守備コーチとしての役割も期待されている。ルカは100以上のマイナスを記録している一方、守備得点は200を超えており、合計ではプラスとなっている。守備ウィンシェアーズでは、ロッテの遊撃手としては歴代ナンバーワンの数値を記録。レンジファクターは、 遊撃手として1997年から7年連続で両リーグ1位を記録しており、うち1998年から2003年までは6年連続で数値が5を超えている。ありがとうございます。